亀岡です。今日はですね、約10分ほどで、今後の私のですね、相場戦略、相場感ですね、これを話していきたいなと思っております。ちょっとゆっくりめに話したいなと思います。それからですね、最新の日本と世界のですね、金融と経済の動き、このあたりもちょっと振り返っていきたいなと思っております。そして私のですね、今後どのような形で、相場を考えているのかっていう、私相場歴22年になりますので、このあたりをですね、最後に、皆さんにお伝えしたいと思っております。株式投資は当然自己責任になりますので、その点はよろしくお願いします。もう YouTube もね、結構投資系 YouTuber が結構ね、今話題になって、僕のことじゃないですよ。いろんなね、高橋ダンさんとか、株の買い時さんとかね、最近はあれですよね、誰だっけ、ロックさんですよね、ロックさん。僕は株のね、YouTube を始めたのはロックさんを見てからなんですけども、まあその前ね、鴨頭さんでありますけども、まあ鴨頭さんを見たときは、僕はビジネス系 YouTuber だろうと思ってたので、まあそこからね、ちょっと路線を変えたので、まあ正確にはね、どうしようかなと思ったときに、まあ、ロックさんを見てね、ああ、じゃあ僕ちょっと投資系やろうかな。まあその前から、日経ベルタスとかね、ダイヤモンド財とかで取材されていたので、本も出していたのでっていうのはありますけども、そういった意味ではね、まあ、投資系 YouTuber がこれだけ、まあ、世間を逃げますようになって、一つ変わったことは、誰もがね、株式投資は自己責任だっていう自覚が芽生え始めたっていうことなんですよね。で、僕は1年前にこのね、動画上げた頃は、まだね、そういった自覚を持っていない投資家って結構多くて、コメントでもね、上岡さんがこうやって言ったから、その通り動いたらこうなりますけど、どうしてくれるんですかっていうコメントがめちゃくちゃ多かったんですけども、今ね、別に僕の動画のおかげではないんですけども、そういったコメントがね、ほとんどなくなったんですよね。これはおそらく、投資系 YouTuber の人が、まあ、しきりに株式投資は自己責任って言い過ぎたのだからだと思いますよね。まあこれはね、一つ YouTuber のおかげなんじゃないかなと思っております。やっぱり今後ね、やっぱりその金融リテラシー、日本人も高めていかないといけないので、そのね、その黎明期に今あるんじゃないかなと、僕はちょっと直感的に思いますけどね、この YouTube のね、一つのそれを開眼させたんじゃないかなと思っております。ちょっと前置きは長くなったのでね、じゃあ本題に行きたいんですけども、まずはね、アメリカの S&P ですね、今ね、調整に入って昨日お休みだったんですよね。で、今日からまたスタートするということですけども、先物は下がってます。なので、もしかしたら大きく調整していく可能性はありますけども、まあとにかくね、これ見てもらうと分かる通り、イレギュラー的に高いんですよね。で、テーパリングの前で下がるのか、テーパリングの後に下がるのか、金利が、上がる前に下がるのか、金利が上がった後に下がるのか、もうどっか分かんないですけど、まあ下がりますよ。これ下がらないってことは絶対ないと、絶対はダメですね。絶対とは言い切れないですけども、ないでしょうとは僕は思っています。だからどこまで勝ち馬に乗って、どこで逃げるのか、これ積み立て投資は別ですけども、個別株投資をしている人はやっぱ安く買って高く売るっていうね、そしてその逃げるというところを自分なりにこう見つけるしかないですよね。積み立て投資はまあね、下がったらまあひたすら買い続けるということになりますが、僕は積み立て投資あんまやらないのでね、下がったら下がっただけ、ETF のね、全米株式 VTI をまあ買い増していくということになるんじゃないかなと思います。これは別の動画で話します。でね、やっぱりね、懸念点としては、デルタですよね。デルタ株によって、世界経済の回復がちょっとね、ちょっと遅れてきてます。で、おそらくそろそろね、世界に対して、経済回復がね、このままいくと頭打ちになるんじゃないかみたいなことを、いわゆるね、全米とか、まあ、欧州とかで、相次いでニュースとして出てくるんじゃないかなと思います。ちょっと目に見え始めてますのでね、このあたりが一番ちょっと懸念点かなと思います。で、その後にやっぱり、インフレ懸念ですよね。それに対するテーパリング、そして金利上昇の波。まあ、これはやむなしとは思うんですけども、このあたりが顕在化してくるってあたりが、やっぱね、一番、まあ、今後株を下げる、まあ、一つの要因になるんじゃないかなと。で、まあ、金融界のね、強靭、ゴールドマンサックス先生はこう叫んでいるんですよね。デカンプリング開始のゴングだと。まあ、これはね、まあ、こう叫んではないです。ごめんなさい。僕が勝手に叫んでるだけですね。まあ、これゴールドマンサックスはこのようなことを言ってるので、僕はこれデカップリングのゴングになるんじゃないかな。つまり、アメリカ株とか欧州は今まで散々上げてね、一人勝ちしてきたわけですよね。で、日本は、ずっと上がってこなかったと。別にずっとね、アメリカ株と欧州が下がるからといって、ただでさえ低位にある日本株が同じように別にね、同じ度合い下がる必要はないわけですよね。むしろデカップリングって言って、欧州、米国が、まあちょっと調整に入る中、日本株だけが見直されて、
上がっていくみたいなことが起こってもね、別に、全然問題ないわけですよ。過去にもそういうことありましたし、最近始めたね、投資家の人は、いやいや、アメリカが下がったら日本も連れ立って下がるに決まってると思うかもしれないですけども、それはね、ちょっと思い過ごしな気がするんですよね。なぜかというと、だって日本株はまだね、ワクチンがアメリカとか欧州に比べて、普及していないわけですよね。これから普及していく。まさに本格的にワクチンの抑え込みに入ると。その効果が見え始めると、ただでさえですよ、アメリカとかに比べると、感染率、それから重症化率、死亡率っていうのは極端に少ないですよね。まあそれを分かっていて自粛してるわけですから、いよいよね、ワクチンが普及していくと、ほとんど、死者がいないとかね、重症化する人がいなくなると。仮にですよ、数人しか出ないってことになってくると、一気に経済がね、回復してくる可能性があります。またそういったデータをね、見過ごさないですよね。ゴールドマークサックスとかね、大手、ヘッジファンドは、あれと、アメリカの10分の1、いや、ないし100分の1になってるんじゃないかと。なった時に本格的な経済回復。そしてそこも、おそらく日本政府は、虎視眈々と狙っているでしょう。溜め込んでいる、予算があります。これにGoTo キャンペーン、GoTo イートをどこかで仕掛けてくると思います。そしてもうね、そういった発表がちょっとずつ、政府の中に出始めてますので、おそらくね、それは行われると思います。その時に株価がね、アメリカ、欧州に比べて、むしろ上がっていくっていうことは、十分確率としては僕はあるんじゃないかと思っていますね。そういった意味では、これはアメリカのデータになりますけども、アメリカというのはもう信用買いですね。レバレッジによって株価を上げていると。S&P500 ですね。これはもう曲げれもない事実であって、過去ね、ドットコムバブルですね。あの頃を放出させるぐらいに、信用買いが積み上がっている状態になります。こっから先買っていくとなると、相当個人投資家はね、仮に何らかの調整が入った場合には、もう耐えられないと。追い証とかね、サーキットブレーカーとか、まあ投げ売りがね、続発してもおかしくないぐらいに、信用で突っ込んでいる投資家が多いという状況になっているんですね。まあそういった意味では、まあ人見ればわかるんですけども、S&P500 はずっと上がり続けて、よくコメントでもありますけどね、日本株はもうダラしないなみたいなね、いつその日の目を見るんですかみたいな、そんな感じには当然見えますけども、別にこの差を埋めないっていう、そういったゲームルールの中でやってるわけじゃないので、僕はね、いずれこの差をちょっとは埋めるでしょうと。でも日本株にとってちょっとっていうのは相当のインパクトなのでね、それがただちょっと動いただけで3倍ですからね。ちょっと動いただけですよ。ちょっと振動に近いですよ。漢字で言うとね。振動しただけで3枚なので、これがちょっとね、片足突っ込むみたいな、アメリカの株のね、見返しやろうと思って、片足突っ込んだだけで、3万3千4千ですよ。両足突っ込んだだけで3万8千みたいな、そんな世界なわけですよ。全然大したことないわけなんですよね。今はちょっと振動してピクッみたいなね、大腸の小腸の、いわゆるね、全毛みたいな形で、ちょこちょこ動いて3枚なのでね。まあ、そんなもんじゃなくて、こんだけ開きあるわけですからね。でもそのインパクトは私たちにとっては相当大きいということになります。で、まあそれらを踏まえてね、金融なんですけども、経済の動きですけども、トピックスがね、31年ぶりの高値ということで、まあね、バブル、昭和時のバブルを、まあ、放出させるような動きになってますが、まあ、こっからじゃないですかね。日本の回復というのは、と僕は思っています。あくまで僕の個人的な見解ですね。それからね、中国が一方で、日本が上がっていく中で中国が下がるという今傾向があります。これは資金の、まあ、どこに投資をするかっていうのは、これ世界のマーケットの中で動いているので、まあ、中国に投資をしていたお金が日本に流れると。同じアジアっていうね、いわゆるバジェットになりますのでね。そういったバルク戦略の中で、じゃあアジアの中では日本に今回投資しておこうと。別にそれはシンガポールの時もありますし、ベトナムの時もありましたし、韓国の時もあったわけですからね。今回は日本じゃないかってことで日本が選ばれてくる可能性が、私はこれ全体のマーケット、アジアの中で世界を見た場合はあるんじゃないかなと。韓国は今ちょっと投資しにくい。やっぱり政権が変われば別ですけども、今まだ、わからない。次のね、政権を担うわけじゃないのでね、今の大統領が。なので今はちょっと止めざるを得ないかな。僕はヘッジファンドのマネージャーだったらそう考えますね。で、まあ、インドは行き過ぎ。上がり過ぎかなって感じがすると。で、ベトナムとかあの辺はちょっとカントリーリスク、地政学リスクがありますよね。タイもそうですけども、ちょっと混迷しそうだと。今やっぱり安全で安心で、カントリーリスクも少ない。そして、
もっとむしろ期待値の方が高い。これ期待値の計算なのでね、っていうのはやっぱ日本なんじゃないかな。次で中国ももちろんなくはないと思いますよ。今後もやっぱり投資先としては、なくはないと思います。だから僕は中国株には 10% 投資を今でもしていますのでね。ただまあ、相対的に考えると、ニュートラルに考えると中国より今日本優位なんじゃないかなと僕は個人的には思っていますね。なので日経平均先物が今日3万円台に突入して突破しますよね。一時的ですけども。まあその後今ね、調整に入りそうな勢いでありますけども、僕はね、一旦調整に入ったとまた上がるんじゃないかなと思いますけどね。そんな下がる、日本が下がるっていう理由がそんなないかなとは僕は思っているんですけども、まあこればっかりはもう本当に節目って言いますかね。まあ、耐えどころというか、本当に今後のね、日本の経済、金融、株価を売らないような、まあ、タイミングに来てるんじゃないかな、ターニングポイントなんじゃないかなとは僕はもちろん思ってはいますし、皆さんも多分そういうふうに考えてるんじゃないかなと思っております。なので、今後はまあやっぱりその焦点は、いよいよね、政変、そして総選挙、で、誰が、総理大臣なのか、その総理大臣が、どのような発言、まあ、政治的プランを持って、日本を、先導していくのか、それに私たちは、どのような形で応えていくのか、というのが、やっぱり問われてくるんだと思います。で、いろいろ、まあね、例えば、なんて言いますかね、その、30% にする、20% のね、投資の税率ですよね。キャピタルゲイン、インカムゲインの税率は 20% なんですよ、今。まあ、優遇されてはいるんですけどね。これを 30% にするみたいな、話も出てきてます。まあ、誰が言ってるかっていうのは、僕、これ政治の番組ではないのでね、ちょっと置いときますが、僕はね、この 30% にするっていうのは、でもね、ないんじゃないかなと思ってます。これ違う番組でね、明日ぐらい話そうと思いますが、超富裕層と富裕層って、全体のわずか 2.3% とかになるわけですよね。全国民のね。もちろんそこに対して、重税をかけたいっていうのは、わからなくはないですし、別に僕は日本から逃げるつもりはないですしね。そうやってやられたら、おそらく税金を払っていくと思います。今でさえ、ものすごい税金を払ってますけど、毎回見せてますけどね。こんなに税金。しかも僕は会社も経営してるので、会社の法人税とかね、消費税とか、もう1000万近いですよ。本当に500万から1000万を下がったことないですけどね。こんなに払うのかみたいな、毎年毎年。まあでもこれはしょうがないですよね。そこから逃げるつもりはないんですが、仮に 2.3% の富裕層、超富裕層に 20% から 30% の重税をかけたところでですよ。そんなに税金は増えないのと、そんな人たちはね、逃げちゃいますよね。やっぱり国外にと思います。なぜかというと、不動産を持っていたりとか、まあ会社の、配当金でね、生活しているような人たちは別に海外にいてもいいわけですよ。面倒くさいから日本にいるみたいなことに近いので、別にそういう人たちはね、従前になるんだったら、まあ平気で海外に来ますよね。で、こういったデータがちゃんとありますので、これは違う動画で見せます。まあ大体ね、富裕層とか超富裕層とかになってくると、どんどん海外に行っちゃうので、僕なんかね、よくそういう人たちと、まあたまにね、食事をしたりとか、ね、話をしたりとかすることあるんですけども、大体みんなコロコロね、皆さんもね、見てる人の中ではそういう人いるかもしれないですけど、コロコロこうね、いわゆるその旅行のね、こう、カバンって言いますかね、引いてきて会いますよね。今ちょうどね、香港から帰ってきたんだよとか、今シンガポールの、からね、日本に着いたばかりなんだよとか、そういう人ばっかりですよ、富裕層なんて。もうそもそも日本にいるつもりないですからね。なんで、これを20から30にしたら、もうおじいちゃんおばあちゃんの富裕層だってもう逃げちゃう可能性がありますからね、孫のために。まあこんなことを、まあするのかなっていう、まあそこは理解するのかなっていうのはやっぱありますよね。で、あとはね、ただまあいいニュースもあります。日本株にとってね。おそらく東京がもう1000人を下回ってきたので、新型コロナウイルス、さらにね、ワクチン接種率が高い。で、広がって高まっていくようなことがあれば、日本は勤勉で真面目でね、マスクをする人 99.9% なので、みんなね、チャリンコ乗りながらマスク乗ってますから、別に指定してないですよ。チャリンコに乗って、周りね、誰もいないのに、風を切りながら、さっそうと風を切りながらマスクをするような国民性ですからね。これ海外だとないんじゃないかなと思いますね。誰もいないね、ところで、風しかいない、ないのに、周りに、マスクをするっていう、日本の国民性が出てるので、これでワクチンが広がったら、おそらく、その、感染率って極端に減るんじゃないかなと思います。要は、真面目なのでね、それでもマスクするでしょう、ぐらいなので。多分当たり前ですよ。もうワクチン接種率がものすごい高まって、そろそろ米国抜きますよね。そうした中でもマスクをするって国民性だと、かなりね、僕はね、コロナが、劇的に減っていくんじゃないかなと思います。これは日本株にとってはすごくいいことですよね。経済にとってもいいことなので、ここからね、今までずーっと下にあったのが、
ここから復活するっていうことが僕は期待する部分ですし、ずっとこれがね、起こるんじゃないかってことを僕は予測して話してきた部分になりますよね。なので、この部分とやっぱ政変、そして誰が大統領になるかと。で、僕はね、一つこういったツイートをしました。これ最後になりますけども、日本の総理をね、国民が直接選べるようにするだけで、日本人の国政は自分を映す鏡であり、結果は自己責任だっていう意識が高まると思っているんですよね。やっぱり自分で総理を選べないというね。だからそういうふうに話すと、いや、日本人はね、劣化してるし、まあね、拙いし、幼いから、日本人に総理を選ばせたらダメだ、みたいなね。まあ確かに第二次世界大戦のまあトラウマはまだ引きずっているのかもしれないですけども、やっぱりそのままだと、でも逆に言えばね、幼稚なままですし、幼いままですよね。やっぱり自分たちで自分の総理を選べるようになりたいな、させたいなとは、僕は生きてるうちにはね、思いますけどね。そうじゃないと、やっぱりね、いつまで経ってもその政治のせいだと。やっぱりこういうコメント多いですよね。この失われた30年間は、政治家のせいだと。政治家にはちゃんとしっかりしてほしいと。ね。あと官僚のせいだと。いやいやいや、やっぱりこれはね、超越した自己責任、原点回帰でしょうとは僕は思うんですよね。超越した原点思考でいけば、それを言った環境を作ったのも自分たちですし、政治家は自分たちを映す鏡なので、まあそれがね、今の日本なんじゃないかなと思いますので、まあ、僕はこれを変えるために、まあ何かね、そういった教育事業みたいなことをやりたいなとは思っています。まあ特にね、若い人には無償で、学ぶような機会を作りたいなと思っているので、ね、村上ファンドの村上さんにね、2億ぐらい出資してもらいたいなとマジで思ってますけどね。まあそれを今度話したいなと思うんですけども、出資してくれそうな気がしますけどね。あと、青白王子とか結構話合いそうなんで、出資してくれそうな気もしますけどね。まあ青白王子にその頼むかどうかは別にしてね、そんな風に考えています。なので、まあもちろんね、僕のスタンスと皆さんのスタンスは違うと思いますし、別に僕がこうだからといってその通りにしてね、うまくいくとは限らないので、逆進かもしれないのでね、皆さんは皆さんで、他の YouTuber さんとか、株本とかね、まあ株系のネットなどを調べながら自分なりの戦略を立てるのがやっぱベストだし、それがいいと思います。で、最後に8つの注意点ですね。米国はとにかく高い。今ね、9ヶ月、これから10ヶ月に入ると、イレギュラー的に、高値が続いていることになりますので、これはやっぱ懸念かな。あとは中国のピークアウトですね。景気はちょっとピークアウト若干してきているんじゃないかなと思いますので、あと中国当局が圧力を加えてますので、このあたりが民主主義から、ちょっと共産主義にちょっと移りつつあるっていうところが、まあちょっと懸念点かなとは思います。これはなぜかというと中国がね、まあ後退すると、まあ世界の歯車としての経済のドライバーとしての、まあやっぱり役割が失われてしまうと。そして自国主義になった場合ですよ。やっぱり日本から輸入をするとかっていうものが減るんじゃないかなと思いますので、このあたりは懸念する。まあ要は注意深く、その、見守っていく必要があるかなと。情報を仕入れるってことですね。自分たちでですね。それから、まあ今のところはですね、デルタ株の感染あたりも、やっぱりその、まあ一つ怖い部分かなと思いますが、このあたりもちろん良くないことなんですけども、日本にとってはね、今後プラスに働く可能性があります。日本がこれだけね、抑え込むっていうことが今後できてくるようなことがあれば、少なくとも来月ぐらいにはアメリカを抜くっていうのはすごいことですよね。コロナのワクチンですね、の接種率で日本をアメリカを抜いてしまうと。アメリカはそれだけ打ちたくない人が多いっていう、その裏返しでもありますけどね。あとはまあ、人口も多いのでね、なかなかやっぱり中央連邦政府が、その隅々までね、命令を行き届かせるというのは難しい。まあ、それがアメリカのね、自立してるっていうところも、まあいいところではありますよね。日本の先ほどの話とはまた真逆なんですけども、嫌だと言ったら嫌だと。それは自己責任だから嫌だと。いうのが、まあ、アメリカなんじゃないかなと思います。日本は逆に、まあ、ちゃんとやる人はちゃんとやるし、やった上でもマスクをするっていうね、外さないっていう。これはかなり効いてくるんじゃないか。自分で今話せて、あ、ワクチンがね、接種し終わってもマスクする人が多分減らないだろうなとか、ね、あとは、ね、ワクチンを打つ人が増えて、アメリカをね、その、ワクチン接種率で抜いたとしても、みんな街中でやっぱりマスクするだろうなと思うと、これは結構、経済回復するんじゃねとやっぱ思いますね。まあ、この後であと皆さんの方で考えてください。それでは今日は以上になります。高速で、GO!